カテリナシニアコバは、チェコ共和国のフラデツクラーロベイ出身の女子、プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。身長 174cm、体重 69kg。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス31位、ダブルス1位。チェコ語の発音は、 カテジナシニアコバーが近い。5歳からテニスを始める。ジュニア時代は2013年、全豪オープンジュニア女子シングルスで準優勝、全仏オープン、ウィンブルドン、全米オープンジュニア女子ダブルスで、同じチェコのバルボラ・クレシコバと組優勝している。4大大会では2014年全豪オープンで、予選を勝ち上がり初出場し1回戦で、ザリナディアスに26、46で敗れた。 2014年9月の多ケント大会のダブルスで、アレクサンドラ・クルニッチと組優勝し初の WTA タイトルを獲得した。2016年は、ウィンブルドンで3回戦に進出し、ボースタードと東京の2大会で準優勝した。ダブルスでは、バルボラ・クレシコバとのペアで、全仏オープンでベスト4、全米オープンでベスト8に進出した。シングルス、ダブルスともに、 トップ50位を果たし、飛躍の年となった。2017年の開幕戦の新戦オープンで2回戦で、シモナ・ハレプト準決勝で、ジョアンナ・コンタのトップ10選手2人を破り、ノーシードからツアー3度目となる決勝に進出した。決勝では、アリソン・ディスクを63、64で破り、ツアー初優勝を果たした。2017年4月3日付のランキングで36位の、 自己最高を記録している。2017年全米オープンでは、ルーシー・ハラデツカと組んだダブルスで決勝に進出したが、1 0 0マルチナヒンギス組に36、26で敗れ準優勝となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。